社会医療法人社団純心会純心病院は、兵庫県加古川市の医療法人純心会による一般病院である。兵庫県加古川市別府町にある病院。脳外科疾患については、365日24時間体制で救急医療を行っている。平成28年には、4236例の救急搬送を受け入れた。 また同年の手術数は801例であった。また同年の新入院数は4573例であり、うち21%が脳梗塞であった。理念は地域医療のために全力を尽くすであり、基本方針は安心と信頼の医療、救急医療と地域連携の充実、明るく元気な職場である。病床数は174床で、 うち18章は ICU である。日本脳神経外科認定専門医訓練施設であり、日本脳卒中学会認定研修教育病院である。病院内に脳卒中センター、消化器センター、救急センターがある。また、2016年1月よりサイバーナイフセンターが稼働している。脳神経外科内科外科循環器科消化器外科消化器、内科整形外科準備。 インコーカリハビリテーション化放射線化兵庫県加古川市別府町別府865の一巡進会。ありがとうございます。